はようございます。2月11日、総理が訪れたのは千葉県柏市のとある団地の会議室。この地域は現在65歳以上の高齢者が総人口の 41%。 この比率は高齢化が進んだおよそ40年後の日本の人口構成とほぼ同じです。ちょうど今ですね、国会の中でも社会保障と税の一体改革の議論が進んでおりますが、どうしてもですね、財源のお話が多いんです。何よりも大事なのは、どういう社会保障をこれから作っていくのかということが大事、大前提であると思うんです。どういう社会保障を作っていくか、全国にはいろいろな試みがあります。この地域もその一つ。ぜひこれを勉強させていただきたいと思ってやってまいりました。直近の国の政策を具現化するモデルをこの豊洲台で実現していきたいと思っております。在宅医療を含めた、本当の地域包括ケアシステムの具現化を図りたいと考えております。ただ以前から在宅医療っていうのは国の方でも取り組まれまして、いろんな施策は行われておりますけれども、それほど普及してないというのが現状です。でなぜ普及してないかということなんですけれども、一つはシステムが確立してないということです。そのシステム確立のネックとなっている一つが、主治医にかかる大きな負担。それを軽減するため、この地域では医師会と連携し、患者1人に対して副主治医との医師2名のチームを作ることに取り組んでいます。そしてよくおばあちゃんがお買い物している姿を見ます。前に車を持って押している姿、で買い物かごもぶら下げているんですが、何よりも自分を支えて歩いているんですね。重労働だと思います。そういうさまざまな観点から、やっぱり町づくりもこの高齢化に対応するための見直しをしていかなければなりませんが、高齢化に対応する町づくり、例えばこの団地では身近な範囲に医療、看護、介護を一体化した地域医療拠点を設置。そのすぐ近くに地域包括ケアサービス付きの高齢者向け住宅を作る計画です。この豊敷台団地の状況は将来の日本がなりうる状況だと思っております。今後の日本の都市高齢化の試金石であると言えます。でこれは非常に意欲的な取り組みであって、しっかり連携して豊敷台のモデルを日本に、そして世界に発信していただきたいと思いました。この地域包括システムというのは一体改革の柱に入ってますので、しっかり実現していきたいと思いました。